ジャララバード州は、キルギスの州である。州都はジャララバード。ジャララバード州は、北から時計回りに、タラス州、チュイ州、ナルイン州、オシ州、ウズベキスタンに囲まれている。ジャララバード州は1939年11月21日に、設立された。1959年1月27日、一旦はオシ州の一部となって消滅したものの、 1990年12月14日に再び設置された。ジャララバード州は8つの地区からなり、5つの市、8つの町、415の村で構成されている。ジャララバード州の全面積は約33,647平方キロメートルであり、これはキルギスの全面積の16.9%にあたる。ジャララバード州はキルギスの中西部にある。 州の南端はフェルガナ盆地に属し、残りの部分は山岳地帯である。ビシュケクと押しを結ぶ南北の高速道路 M41 はジャララバード州の中心部を通過する。また、他にも州の西端から南部へと続き、北東へと方向を変えてチャトカル渓谷からタラス州のキジルアビルへと通じる道もある。もう一つの道路、冬季は閉鎖される。また、 ヘルガの盆地からカザルマンまでジープが必要は東へと伸び、カザルマンやナルインに通じている。キルギスの電力の重要な供給源となっているトクトグル水力発電所はジャララバード州にあり、キルギス及び周辺諸国に電気と水を提供している。ジャララバード州には複数の湖、クルミの取れる森がある。特にアルスランボブと呼ばれるクルミの森は、 自然からの採取量としては世界最大であり、ジャララバードから北に4 0トルの地点にある。ジャララバード州は生態学的な資源が豊富である。州内にある厳重保護地域は、サリチェレク自然保護区、ベッシュアラル国家自然保護区、パディシャタ国家自然保護区に指定されている。またトグズ、トロ地区にはサイマルータ市国立自然公園がある。天然記念物には、 以下のものが含まれる。手ゲレクの滝はからうんくる川から流れ落ちる滝であり、ソゴンタ多種洞窟は明石地区の唐ガが注意はと呼ばれる赤色砂岩で構成されている。その他の保護地区としては以下のものがある。キジルジャルの家畜市場、ジャララバード州小麦、果物、野菜、トウモロコシ、ナッツ、タバコ、綿花などがジャララバード州の主な産業である。 ジャララバード州には他に織物工場や水力発電所もある。鉱物、天然ガス、金属、石油の採掘も行われており、特にコチコルアタで盛んである。コチコルアタには小規模ながら石油コンビナートがある。ソビエト連邦時代から創業していた鉱物、天然ガス、石炭、金属、石油の工場はその多くが創業を停止している。 最も景観が良いとされるサリチェレク自然保護区にはサリチェレク湖があり、果樹が豊富に育ち雪に覆われた峰を見ることができる。ソビエート連邦時代に自然改造計画が実行されたことで鉱物を多く含む水が流出するようになり、これは様々な慢性疾患を引き起こした。いくつかの会社は国内に流れる鉱物を含んだ水の国外の会社との取引に成功している。 フェルガナ盆地に含まれる州南端部分を除けば、ジャララバード州は山岳地帯に属する。ジャララバード州はトレッキングなどのレジャーに関しては大いなる可能性を持つものの、アルスランボブを除けばそのインフラが整備されているとは言えず、観光客の数は伸びているとは言えない。政府がサポートする生物多様性保全プログラムや地球環境ファシリティは、 天然資源の保護と観光の促進という役割を果たしている。ジャララバード州の地方行政区画は8つの地区に分かれている。2009年時点において、ジャララバード州は7つの市、7つの町、3つの四420の村から構成されている。2009年の人口統計によると、 ジャララバード州の人口は93万630人から100万9889人となっている。2009年の人口統計によると、ジャララバード州の民族構成は以下のようになっている。ありがとうございます。